昨日、岩手町の県道で犬の散歩をしていた79歳の女性が乗用車にはねられ死亡しました。昨日午後4時半過ぎ、岩手町沼区内の県道で道路を南から北に向かって横断していた女性が左から来た乗用車にはねられました。この事故で近くに住む無職柴田芳恵さん79歳が腰を強く打ち病院に運ばれ、およそ2時間半後に死亡しました。現場は横断歩道や信号機がない直線道路で、柴田さんは犬の散歩中でした。また事故当時は雨が降っていて視界が悪かったということです。警察は乗用車を運転していた35歳の男性から話を聞き、事故の原因を詳しく調べています。